ルイージ・ドゥランド・デ・ラペンネは、イタリア海軍のデ・ラペンネ旧駆逐艦に一番艦。艦名は、第二次世界大戦期から、冷戦期にかけての海軍軍人で、第10潜水戦隊デチママスの一員で、アレクサンドリア航攻撃で活躍したルイージ・ドゥランド・デ・ラペンネ中将に由来する。ルイージ・ドゥランド・デ・ラペンネは、フィンカンティエリ,リバトリゴソ造船所で1988年にし、 1989年10月20日に、アニモウソと命名され、浸水。1992年6月に、ルイージ・ドゥランド・デ・ラペンネに改名され、1993年3月18日に、収益する。1996年7月12日から1997年4月4日まで、F584 ベルサリエーレと共に、ターラント海軍基地を出港し、 世界一周航会に出る。全航程4万6000に及び23カ国35の港に寄港した。2002年2月11日から同年6月17日までアラビア海にて普及の自由作戦に参加する。2006年夏にレバノンのベイルートから避難する民間人をキプロスとラルナカまで輸送する任務に L9892 サンジョルジョ。 l 9 8 9 3ルコ、f 5 7 4アリセオと共に従事する。その後、デラペンネは、NATO 即応部隊を構成する、第二常設 NATO 海洋グループに属し、南ヨーロッパ海域にて、トルコ海軍 F-496 ゴコーバ、ギリシャ海軍 F462 コンドゥリオティス、イギリス海軍 F-82 サマセット、 アメリカ合衆国海軍 DDG-66 ゴンザレスと共に任務についている。ありがとうございます。